なんとか倒せたか。かなりの手応えだったね。さすがにもうダメかと思ったぞ。たかが獣ごときに遅れを取ってたまるか。まったく笑い事じゃないだろう。そういう貴様こそ何をニヤついている。君の方こそ。やれやれ、実習の仕上げとしては上々すぎるくらいだな。ええ、先日リンクも全員でつなげられましたし。しまった、大受けている場合ではなかったか。ここまでか。ああ、捕まえてもらおうか。実習を再開しただけだ。それよりもどうする、こいつらを逮捕するならば俺も同罪ということになるが。いい加減にしろ。反りが合わないとはいえ、同じクラスで学ぶ仲間そのものがあらぬ容疑をかけられ、清掃の道具に使われるなど、このユーシス・アルバレア見過ごせるとでも思ったか。ユーシス、その必要はなかろう。この声は。兄上、どうして。士官学院の方から昼過ぎに連絡が入ってね。それで急遽飛行艇でこちらに戻ってきたわけだ。君たちの教官殿と共に。はい、お疲れ様だったみたいね。サラ教官、どうしてここに。事情は一通り聞かせてもらった。ここは私が引き取るゆえ、ケイラは戻るがいい。父には話を通しておいた。この上私に余計な恥をかかせるつもりか。あらら、意外にいい動きですね。まあ、両方軍も日々の訓練は決して怠っていないからね。今回のような無用の戯れに生かされるべき練度ではないが。なるほど。それはともかく、どうして教官もここに。さすがにタイミング良すぎかも。両方軍の連絡が来てからこちらに向かったんですか。いやー、実はとある筋から早めに連絡をもらってね、急いでテートにいた理事さんに連絡を取ったのよ。それでテートからの飛行艇に一緒に乗せてもらったってわけ。なんと、まあ、まったく用意周到な。え、理事とおっしゃいましたか。おお、君たちにはまだ教えてなかったっけ。改めて士官学院の常任理事を務めるルーファス・アルバレアだ。今後ともよろしく願おうか。常任理事。そんな話、俺も初耳ですよ。そなたの驚く顔が見られると思って黙っていた。なあ、ちなみに常任理事は私一人ではない。
あくまで3人いるうちの1人というだけだ。道理で俺たち7組についても詳しかったんですね。用意周到すぎ。いや、しかしまさか私の留守中にあんな無茶を父が押し通すとは思わなかった。相当堅くなではあったが、今回ばかりは引いてもらったよ。理事として生徒への不当な拘束は断じて認められないからな。兄上、ご配慮感謝します。やれやれ、若いのにだらしないわね。一晩ちゃんと寝てるんだからもっとシャキッとしなさい。無茶言わないでくださいよ。さすがに今回はいろいろとありすぎましたから。ま、そうみたいね。 B 班の方もいろいろあったそうだけど、そこまで深刻じゃなかったみたいだし、問題の質は同じみたいだけど。問題の質が同じ。まさか革新派と貴族派の。 B 班が向かったセントアークも四大名門の本拠地の一つ。ちょっとしたごたごたにやっぱり巻き込まれたらしいわ。まあ4人で協力してなんとか切り抜けたそうだけど。そうですか。ちょっと安心しました。でもサラ、正直アーロックストリではシャレになってなかったけど。ええ、そうみたいね。そして両方軍だけじゃなくて正規軍も軍備を拡張してるわ。言うまでもなく革新派。鉄血宰相が掌握している20もの機甲師団を中心にね。それは、士官学院は私たちはどう振る舞えばいいんでしょう。確か正規軍にも両方軍にも卒業生は言っていますよね。まあそこら辺は今は気にする必要ないわ。君たちはまだ学ぶ立場にある。
今回みたいに厄介で面倒な現実を少しずつ知りながら、それでも今しか得られない何かを掴むことができるはずよ。かけがえのない仲間と一緒ならね。ああ。それは社会に出たら何の意味もない儚いものかもしれないけど、どこかできっと君たちの血肉となり大切な財産となってくれると思う。少なくとも私はそう信じてる。サラ教官。ちょっとツボに来た。やれやれ、何を言い出すかと思えば。ちょっとなんでそのタイミングでみんなして爆笑するのよ。すみません、おっしゃってることはすごく感銘を受けたんですけど、いつもの教官とのギャップがありすぎてどうにも。ちょっと臭すぎ。今しか得られない何か、そしてかけがえのない仲間と一緒ならか。ちょ、やめたまえ。僕をもだえ苦しませるつもりか。ああ、もうせっかくいいこと言ったのに。あんたたち思った以上に一筋縄じゃいかないわね。おっと、ランクアップしたわね。ご褒美をあげなきゃね。この調子で頑張りなさい。パーフェクト。よく頑張ったじゃない。